陰試とかやりました。あ、陰に行こうと思わなかった。が、受験の時まで結構勉強好きだったの。まあ、目に見えてさ、結果が数字として出んじゃん。まあ、出ない時もあるけど。好きだった。でも、大学入って、古事記ってものやって、古事記マジやばい。もう、なんかあれが楽しめる方もいるとかもしれないんですけれども、古事記って日本神話だから昔の人たちの妄想の塊なんだよね。本当にもうわけわかんないの。男と女が柱を挟んでふって回って会って、あらイケメンだね、お前も綺麗じゃないかっつって子供を作ろうとしたら作れなかったから、柱の回り方を男がこっち回りで女がこっち回りに逆にすればいいんじゃないかみたいな、なんかわちゃわちゃあって、お前が先に声かけたからあるんじゃないかとかわちゃわちゃあって、なんかもう一回回り方を変えたら子供ができてそれが日本国になったとか、ね、意味わかんないんだよ。本当に意味がわかんないのね。日本国神話楽しいんだけど途中から頭痛くなる。4年間やるもんじゃない。ほんと4年間やったら気がおかしくなっちゃって、この先も私はこれをやるのかよくわかんない、この妄想の塊を読むのか、読む気がしなかったから陰には進まなかったけど、正直ね、最初だけならいいけど、触りだけならいいけど、やればやるほどだんだん私はバカらしくなってきちゃって、なんで私こいつらのこの妄想を読み解いてるやろうって元も子もないけどいや、神話、そうそう、好きならいいんだけどね、やればやるほどなんか虚無感が生まれてね、ダメな。そうだから、そうなったらもう終わり。学問学びたいっていう意思がないじゃん、そこ、そこまで来ちゃって私で、じゃあ院でお金かけるよりも働いた方がいいな、教員になろう、いや、嫌だな、じゃあ謎解き好きだし謎解きクリエイターになろう、なった、会社に馴染めなかった、フリーランスみたいな今 Now 村州所属フリーランス謎解き作家、まあ、マジ意味がわからない24歳ですけど、なんだかんだ楽しい。